やっぱりお隣では、F-35B の運用は無理そうだな。F-35B がどうしたって？お隣では F-35B の艦載機としての運用が難しそうで、海上自衛隊の出雲に圧倒的な差をつけられているんだ。ま、日本に追いつこうなんて夢を見るからよ。ということで今回は、警告ではやはり F-35B の運用は無理、韓国軽空母と海上自衛隊出雲の圧倒的な戦力差の違いとは？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後まで、ゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日本の海上自衛隊護衛艦出雲は、圧倒的な差をお隣につけている。おお、最近では、出雲が空母に改装されたとの報道で持ちきりなんだ。そういえばうちのブラウン管テレビでやってたわ。どんだけ古いんだ。まあ良いが、空母とはどのようなものなのだか知っているか？知ってるわよ。兵隊さんたちの基地でしょ？ 20% くらいしか合ってないぞ。それでは、アメリカの空母打撃群と出雲の空母打撃群、警告の建造予定の軽空母では、どこがどのように違うのか説明していくぜ。はい。警告軽空母打撃群はアメリカ軍との共同作戦が前提でなければ、戦力にならないレベルの空母なんだ。つまり、ポンコツですと。だが、ご存知の通り警告軍ではアメリカ軍との連携が難しいだろ？いろいろやらかしちゃってますから。それだけじゃなく、警告が F-35B を戦力として理解できていないことが問題なんだな。どういうこと？そもそも、お隣では F-35B の知識も運用体制もない。うんうん。しかも、訓練したこともほぼないので、アメリカと連携を取ろうとすると足手まといになってしまうんだ。お荷物いらないのよ。さらに、F-35B を訓練して運用し始めたとしても、整備所がないから有事の際にアメリカ側が警告を作戦に組み込めない。FACO も MROU もないものね。そういうことだ。それでは日本はどうなのか見ていこう。現在、日本の出雲の所属は横須賀なんだぜ。横須賀か。JMU 横浜事業所磯子工場のドックから、横須賀基地に戻ってきているんだな。ほほう。今後は、この基地を拠点に活動していくものと、今のところ考えられている。拠点は横須賀ね。護衛艦出雲の機能は、対潜水艦作戦においてヘリを使って行うことであり、また、大きな搭載用が物資輸送にも適していて、輸送艦、強襲揚陸艦としての一部の役割が果たせるんだ。そんなに色々できちゃうのね。しかも、横須賀基地は周辺のショッピングモールからよく見える位置にあり、買い物ついでに眺めることも可能なんだぜ。買い物ついでに出雲を眺めるとか、どんだけお得なのよ。まあ、出雲がいつもいるとは限らないが、その姿を直接見てみたい人には絶好の場所と言えるかもしれないな。おお、今回は観光大使みたいな発言しますね。いや、そういうわけじゃなくて、それだけ有名な場所にいるということは、スパイしやすい基地であるということをお伝えしたいんだ。そうか。誰でも入れるショッピングモールの近くに出雲がいるんだものね。そういうことだ。これからはスパイ活動にも気をつけないとな。ところで、出雲は改修費がかなり安いことでも有名だ。そっち方面でも有名なのね。エレベーターの寸法、耐荷重、格納庫の広さなど、設計段階からロッキード・マーチンと話し合って設計していたようなんだな。抜かりないわねー。設計開始当時は出雲に F-35B を搭載することは決まっていなかったから、設計段階から考慮することは、どこの方針であったのかが問題ではある。きっとアメリカさんの意見でしょ。ああ、ロッキード・マーチンがアメリカの企業だしな。そして、このことに警告が気づいていたかも問題なんだな。どうして？日本だけ得をすると、お隣さんは怒り出すだろ？一応同盟国だから、平穏に行きたいからな。お尻に火がついちゃうのよね。いずれにしろ、出雲香川、F-35B 運用能力をもって数年内に実戦稼働を開始する計画なのは間違いない。すごいわね。今回は、装備する主要な設備の中で、あまり注目されない重要装備を二つ挙げていくぜ。お願いね。一つ目は、F-35 の先進技術の中であまり話題にならないにもかかわらず、重要な技術の一つであるアリス、オートマティックロジスティックスインフォメーションシステムだ。アリス？ってアリスプロジェクトの？どんなマニアックさだ。これは F-35 前機に取り付けられたセンサーで、現在 F-35 がどのような状態にあるのか？など、機体の状況をリアルタイムでチェックするシステムだぜ。リアルタイムにチェックできるセンサーなのね。そうだ。だが、これは軍事機密に属する情報をロッキード・マーチン社に握られているということでもある。怖くない？正常な独立国家としての軍隊にふさわしいのか否かは議論の余地があるだろうな。うんうん。まあ、このシステムは保守点検など運用技術に大きく貢献するものであり、かなり有用なのは確かだ。システムとしては F-35 になくてはならないものなのね。ああ、
このシステムで先行したのは GE、B&W などのエンジンメーカーだが、実は、日本の小松製作所が建設機械分野で先行していたんだぜ。日本の小松製作所が？小松は、販売した自社製品の状態を全世界規模で把握していて、例えば故障が起きた時は、現地に行く前にあらかじめ故障原因がわかるなどするため、すぐに飛んできてくれるんだ。日本の会社ってすごいわ。このアリスのシステムがあれば、旅客機などでもエンジン故障をあらかじめ捉えるだけでなく、部品の寿命を正確に捉えることができて、整備時にあらかじめ部品交換を済ませておくことも可能なんだな。すごすぎでしょ。ああ、航空機のメンテナンスにとって、飛躍的に進歩するシステムとなっているんだ。米国軍ではこうした運用システムに価値観を見出せていないのが、根本的弱点でもある。弱点があった方が良いから、教えないでおきましょ。まあ教えなくても普通は、これを軍用機に応用することは当然のことなんだがな。それがわからないのがお隣なのよ。飛行中でも機体の状態をチェックし続けることができるので、安全性と整備性が飛躍的に改善されるんだぜ。安全性より見栄ですから。そうだな。F-35 を運用するには必須のシステムとなるはずだが、お隣は ALIS をまだ装備されていないようなんだ。この動画を見て、装備してくるでしょ。お隣の情報源は YouTube なのか。そして、もう一つの装備が JPALS なんだ。なんじゃそりゃー。広い海の中で航空母艦を見つけるための装備なんだぜ。ほほう。作戦中に広い大海原で空母を見つけることは困難で、レーダーなどで誘導されるのだが、GPS データを元に最適なアプローチを誘導してくれるというものなんだな。これまたすごい装備ね。アメリカ軍は出雲を自分の作戦の中で使っていこうとする意図が明白であり、こういった装備を海上自衛隊に提供してくれるのはありがたい。うんうん。だが、それは独立国家の軍としては、アメリカ軍指揮下に入るということになり、問題もあるんだな。そりゃいろいろねー。しかし、現在の自衛隊の戦力は、アメリカ軍との連携で高度な防衛能力が保障されている状態であるわけだ。連携するからこそレッドチームを倒せるわけよね。ああ、そのためアメリカ軍との共同戦略は規定の事実と考えるしかないだろうな。うんうん。C 国との軍事対決を想定すると、C 国は核保有国であり、日本を睨む核ミサイルが多数 C 国軍に配備されていることを踏まえれば、アメリカ軍との連携を前提としなければいけないだろう。アメリカと共同戦線を張るわけよね。そうだな。例えば、高高度偵察衛星、低高度偵察衛星、各種ドローン偵察機、有人偵察機哨戒機などの情報は、アメリカ軍から提供されているしな。情報網もアメリカ頼みか。アメリカ軍は、日本の自衛隊に、そうした偵察情報をすべて渡すということもしてきていない。むしろアメリカ軍が情報を餌に、日本より優位に立ってきたのよね。ああ、それは、軍事作戦の時にアメリカ軍主導で行うことを確保することと、武器の独自開発を日本にはさせず、アメリカから見て武器の輸出国としておきたいからでもある。意外とアメリカさんも汚いわね。F-35 のデータリンク性能も、そのままアメリカ軍と自衛隊が共有せざるを得ない状況になっているしな。これでいいのか日本。だから、大C国、北を考えると、アメリカを通じた連携ではなく、米国と日本が直接軍事連携をすることが大変重要なんだぜ。でも米国は、日本を仮想敵国にしているのよね。ああ、なぜ同盟国の日本が敵国扱いなのか、岸田さんにはユン大統領にもっと突っ込んで聞いてほしいな。頑張って岸田さん。それでは最後に出雲に搭載可能な F-35B の数と、お隣の F-35B についても説明するぜ。お願いね。現在、日本の海上自衛隊の F-35B は、改修工事が終わっても12機前後と見られている。それって少ないの？ああ、加賀と合わせても24機ほどとなるわけで、C 国との全面対決となった場合は大した戦力にはならないと思われるんだな。C 国からは100機以上の J-20 ポンコツ戦闘機がやってくるものね。しかし、自衛隊が購入した F-35B は42機で、実戦では稼働率が 90% とすると、最大で37機程度実動できると見られるため、出雲加賀搭載機としてはかなり余裕があるんだ。どういうことだってばよ？さらに、アメリカ軍の日本近くの基地の配備機数が加わるので、一大戦力となる。すべてが出雲加賀搭載機として運用されないとしても、かなりの数の F-35B が海上自衛隊に協力することになるだろう。おお、つまり、出雲加賀を F-35B の前線基地として使用して、アメリカ海兵隊の作戦行動に組み込まれることが計画されていると思われるんだ。これで安心だわ。そしてこれは、データリンク、整備など、アメリカ軍との共同作戦を取れない米国軽空母では、戦力にはなれないということを示唆している。結論が出ましたね。
だからこそ、アメリカ軍にとっても頭の痛い問題なんだろうな。一応同盟国ですし、日本近海で E767 と日本の潜水艦の援護を受けながら、100機弱の F35 が岩国基地などと連携してフル活動するとなると、大きな戦力となる。この場合、アメリカ軍の原子力潜水艦の援護も考えられるんだ。だから、現在、C 国が保有または建造中の3隻の自国の空母と戦えば、F-35B 搭載の出雲加賀の圧勝だと思われるんだぜ。やったわね。そうすると台湾有事では、日米安保条約の発動を、C 国としてはどんな手を使ってでも避けなければならなくなる。習近平が汚い手を使いそうね。ああ、C 国の台湾侵攻に対して、尖閣諸島侵略が絡むと、アメリカに日米安保条約を発動され、参戦する公の口実を与えることになってしまうのを習近平がどう対応してくるかだな。C 国軍から見ると出雲加賀の収益は、現在の情勢ではかなり厄介な存在であることは間違いない。C 国の邪魔をしてやるわよ。日本の防衛の観点からは、核戦争など全面戦争にせず、戦闘を地域紛争に限る力として、大いに役立つだろうな。これぞ核を使わない抑止力よね。そういうことだ。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。